ネパールの経済では、ネパール経済の発展と現状を概略的に説明する。首都カトマンズのストリートネパールは、20世紀半ばまで、農耕社会が中心で、外の世界から離れていた。1951年に、近代的な時代に入ったが、学校、病院、道路、通信、電力、産業、公共サービス等の社会インフラがほとんどなかった。 南にはインド、北は中国に挟まれ、海へのアクセス、海外へのアクセスが容易でないネバールは、1950年代から持続可能な経済成長の道を選んだ。それ以来、いくつかの社会改革と経済改革のプログラムを実施している。経済発展の手段として、5カ年計画の一連を採用、第1次5カ年計画は、 開発費に5億7600万ネパールルピーが割り当てられた。2002年に9回目の経済開発計画を終了、通貨の NPR が転換できるようになったほか、5か年計画内に17の国営企業が民営化された。ネパールの開発予算の半分以上は諸外国による援助によって構成されている。これまでに交通、通信施設、農業、及び 産業分野の発展を最優先の開発課題としてきた。1975年以降、行政の改善と農村分野の開発を強調してきた。IMF の統計によると、2010年のネパールの GDP は151億ドルであり、鳥取県の65%程度の経済規模である。山村の子供たちネパールの経済は農業が主な支えで、 人口の80%が農業中心に生活している。GDP の37%は農業活動によるものである。米、小麦、とうもろこし、ジャガイモ等が主要な食用作物である。ネパールの総面積の約20%が工作可能な土地で、その他33%は森林地帯で、残りの大部分は山岳地帯である。 低地の肥沃な平原地帯のたらい地域は農業の余剰を生成し食物欠乏給料地帯を供給する。干ばつや洪水で農作物が阻害を受けている。土地保有者の割合は少なく国の衛生状態は極めて悪い。また人口増加の影響により食料危機の状態にある。ネパールは2010年の世界気が指数で84の国の中で 最悪の第29位にランクインされ、タンザニアとケニアの枕井となった。なお、20点というネパールの現在のスコアは2009年の19.8点に、比べてわずかながら悪い状況であるが、1990年の27.5点よりは、スコアも優れている。主要な幹線道路と、鉄道、空港を示した、地図フラッグキャリアのネパール航空が、 近隣諸国との間を結んでいる。近年は、韓国のインチョンより、大韓航空、大のバンコクより、大国際航空、カタールのドーハより、カタール航空が結んでいる。複数の航空会社が国内線に就航しているが、多くの国民はバスなどで移動している。なお、鉄道は、ジャナクプル鉄道を除くと存在しない。 タライ平野は1960年代初めの頃まで、マラリアの影響でほとんど住めない地帯だったが、肥沃なタライ平野地域で今は、マラリアも制御され、最近病気にかかったケースは少ない。インドへの入り口でもあり、首都カトマンズから東西と南へのアクセスとして2つの道路網がある。マヘンドラハイウェイは国の東西を結ぶ。しかし、道路の整備状態は貧しく、 道路幅も非常に短い。首都カトマンズ盆地への主な交通ルートであるプリトビハイウェイと東西を結ぶマヘンドラハイウェイは政治不安定の最中たびたびのゼネストでカトマンズへの燃料や食料品の供給に影響を及ぼす。ネパールは首都カトマンズから国の主要な都市と陸路のない山間部の町は電話と航空サービスによってつながっている。 輸出志向のカーペットや衣服産業は近年急速に成長し、今は商品輸出の約70%を占めている。色と面積で示したネパールの輸出品目ネパールの商品貿易収支はカーペットや衣類産業の成長で2000年以降やや改善している。2000から1年度は輸入に対し輸出に増加し、前年度比の貿易赤字を4%削減できた。 ネパールの1999年から2000年度の貿易赤字は7.49億ドル。東西と南にインドに囲まれるネパールのメインな貿易パートナーはインドである。インドとの貿易は2国間の1996年2国間貿易の条約の締結以来急速に上昇し、現在はすべての輸出の43%を占めている。 中国はネパールへの第二位の輸出国であるが、インドとは違って、ネパールの商品の輸入は、ほとんどしていない。中国は、このように、第二の経済大国でありながらも、ネパールの通貨の安定と金融のバランスに負担をかけている状況である。ネパールは1998年6月に、世界貿易機関への対外貿易体制に、貿易覚書を提出。 2000年5月の加盟について直接交渉を開始した。ネパールは南アジア地域協力協会サハダの会員国である。ネパールの経済成長はインドの経済成長にも影響を与える南アジアの毎年のモンスーンに左右される。モンスーンの欠如は経済成長に大きな影響を与える。ネパールの1996年から1999年までの 経済成長率は平均の4%未満に止まった。GDP は1999年に回復し、6%に上昇したが、2001年に5.5%と GDP は若干落ちた。観光事業からの収益、強力な輸出実績及び外部の援助によって全体の収支の状況を改善し、外貨準備の増加に貢献している。ネパールは 英国、米国、日本、ドイツ、そしてスカンジナビア諸国及びインドから対外援助を受け、これを経済の持続性につなげている。また、世界銀行、アジア開発銀行、及び国連開発計画などの国際機関からの援助も受けている。トリブ版大学社会福祉、インフラ整備においてインド当初外国の GDP にも依存しており、 劇的な進歩は行われていない。現在は全国基本教育システムの開発の段階にある。数少ない大学の一つはトリブバン大学であり、いくつかのキャンパスがある。首都カトマンズは2008年2月17日のネパール南部の壊滅的なゼネストで燃料不足に陥った。ヒマラヤ山脈を利用して、 水力発電が行われており、ネパールの発電量のほぼ全てを水力発電が占める。しかしその発電量は不足しており、計画停電が行われている。ネパールは天然資源、観光、水力発電を利用した資源エネルギーや観光業の開発に力を入れているが、資金不足が大きなネックとなっている。ネパールには世界のその一つに、 標高8850メートルの世界一高いエベレスト山がある。ネパールの主な民間セクター融資プロジェクトのうち、現在稼働中のキムティコラ河川水力発電プロジェクトとボーテコシ河川水力発電プロジェクトがある。それぞれネパールの中部と東部エリアにある。これらのプロジェクトにはインドの資金と設備も入っているとされる。 ネパールの水力発電プロジェクトの環境影響はほとんどない。水力発電プロジェクトは一つのストレージ型プロジェクトの事例を除いてすべてが実行知識の皮であるという状況にある。現在進行中の輸出向け民間部門のストレージ型西セディカ線発電プロジェクトがある。なお、電力購入契約のためのインドとの交渉は数年前から進められているが、 価格と資本の資金調達に関する協定の問題が続いている。ネパールの電力需要は年間8%の10%を増えている。経済成長が著しいインドとの電力輸出合意が行われとした場合に、ネパールは国内の需要を無視することになる。ネパールの険しい山の地形は搾取を困難にしているが、鉱物の調査で少量の石灰岩、マグネサイト、 亜鉛、銅、鉄、マイカ、鉛、コバルトの交渉が発見された。天然資源に対する人口圧力が増加している。特にカトマンズ盆地を含む中央の丘陵地帯の人口の過密は、作物、燃料、飼料用とする森林が伐採され、侵食や洪水につながっている。ありがとうございます。